キーボー。アルゴか。何してるんだ。ちょうど今依頼されてた情報を提供して仕事が終わったところだ。あ、そうだ、これから暇か。特に予定はないけど、どうしたんだ。俺っちもそろそろマスタリースキルを習得しようと思ってな。もし時間があるなら協力してほしいんだが、頼めるか。これは大丈夫だよ。何より情報提供者のアルゴがスキルを習得したいのはおかしな話だもんな。狙っているのはヒーラーのスキルなんだ。準備ができたらいつでも声をかけてくれ。了解だ、任せてくれ。アルゴは情報収集のためにあちこち潜り込んだりするから、強敵やらトラップ相手に回復系のスキルは確かに大事かもな。奇遇だな、キーボー。よう、アルゴ、どこかに行くところか。ちょっくら買い物に行こうと思ってな。どうせなら一緒に行くか。買い物か、いいぜ、付き合うよ。さてと、どのポーションにしようかな。回復結晶にするって選択肢もあるんだよな。なあ、こっちのポーションはどう思う？値段は高いけど緊急時にはいいよな。普通の回復だったらこっちのもありだな。なるほど。でも買い物ってポーションだったのか。まあな、ヒーラーとしては必需品だろ。そういうことか。せっかくヒーラースキルを取ったわけだしな。アルゴは一人でいろんな場所に出向くから、ヒーラースキルはまさにぴったりの選択だと思うよ。あ、別に一人の時はヒーラースキルなんて必要ないぞ。極力戦闘は避けてるからな。あれ、そうなのか。だとしたらなんでヒーラースキルを取ったりしたんだ。そんなの決まってるだろ。みんなと攻略を進める時のためだ。みんなと攻略？なんか意外な言葉が出てきたな。なんだよ意外って。あ、いや、アルゴはいつも一人で攻略を進めてるイメージがあるからさ。まあみんなと行動した方が情報集めが効率的なこともあるってことだ。マスタリースキルだってお前のおかげで取ることができたわけだからな。だからみんなと攻略することも俺っちには必要なんだよ。仲間だもんな、協力するのは普通だよ。これからも一緒にあちこち攻略していこうぜ。アルゴのヒーラースキルにはこれからいっぱい世話になるな。安心しろ、言われなくてもちゃんとサポートするさ。さ、それよりも買い物の続きをするぞ。なあ、一緒に選ぼうぜ。